はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。スチーマー傷の舐め合い、語られますか。ゲスト、ネクロさんということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、急遽あれですけどね。本当すいません。去年、昨年ぐらいですよね。はい。はい、から、ちょっとお話ししたいなと、おみそか付近で言ったんですけど、そっから3ヶ月、はい、もうあっという間だったんで、もう昨日のように覚えてますね。いやでも考えてるのもう3月か。そうですよ、もう3月ですよ。あー、もう4分の1過ぎてるんだ。怖いですね、怖いですね、これは。はい、こちらですね、本当なんか今までね、開発者の方といろいろお話させていただいたんですけども、なんかそのユーザー同士のこういう話あんまりそういえばしてねえなーと思って、リスナーさんとはね、みんなしてるけど、うん、あ、チャンネルトップ変えてねえ、忘れた。まだ秋だったね、うん、まあ、秋まで待つわ。でそこで、まあ、今までいっぱいゲーム買ったと、ね、おすすめのゲーム、期待のゲーム、プレイ中のゲーム、プレイしたゲーム、クソゲーなどなどですね、とりあえずゲームに関して特に Steam ですね、 Steam 以外も話したいと思いますが、に関してお話できたらいいなということで、この企画をずっと前に考えて今やっとです、うん、可能ならばシリーズにしていきたいけど、シリーズできるか分かんないから第1回はとりあえず撮ってます。ただ、レクロリさんに渡した、台本的なものには第1回って書いてあります。あ、本当だ。そう、一応これ第1回ってタイトルの方書いてあるんですよ。書いてました。はい、はい、ということでですね、そんなスチーマー同士のお話ということで、相手もね、スチーマー呼ばないといけないことで、以前、はい、ツイッターで、なんか、スチーマーどんな人がいるんだろうって聞いたらね、うん、ネクロロさんをね、すごい、ネクロロ推しがすごかったんで、ハードル上げてく、おかしいですね、本当に。はい、なのでね、今日ゲストに期待してみました。ネクロロさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パッ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 。ということですね。ネクロさん、あなたは はい、どなたですか。どなたですか。はい、これですね、ネクロと言います、とりあえず。はい、ネクロルですね。これって、はい、なんでネクロルなんですか。全然特に意味ないんです。あ、そうなんですか。ただですね、なんかジェモンさんとかと知り合ったのって、まあ、ジェモンさんちょっと覚えてないかもしれないんですけど、ネクロダンサーで、はい、ポズさん、はい、大会されたんですよね。はいはいはい。で、その時に、ジェモンさん出てたんですよ。ちょっと待ってください。僕は即死したやつですか？どっちも即死してないっけ？そうですね。どっちも即死してるよな、俺。そうだ、そうなんですよ。で、その頃からはね、お名前はね。はい。はい。その時に、初めて知り合いまして。それいつでしたっけ？はい、え？いつでしたっけ、それ。あれはもう、もう2年ぐらい前ですかね。わかんない、1年半ぐらい前かな。去年の2月かな、そのと前な気がするけど、あ、そんぐらいかもしれないです、ごめんなさい。でも2つあるんですよね、僕言ったのね。1つはなんかその外国のツイッチのやつで、うん、もう1個はなんか別のやつだったような気がする。ニコニコの方でやったやつ、ね、そうですよね、ニコニコの方は結構前だったような気がする。ツイッチのやつは去年ぐらいですよね。それで知り合ったんですけど、まあまあ、それでネクロダンサーってことなんで、うん、大半の方にですね、うん、ネクロダンサーから撮ったんじゃないかと。全然関係ないです、本当に。本当にたまたま名前かぶっちゃったんですけど。あ、だって解説日、これ2013年、3年前。そうですね、もう結構、もう3年前なんで、もう出る前から撮ってたんで。あ、はい、で、たまたまネクロル。はい、ネクロルーで、はい、NEQ でロルがなんか海外でよくある絵文字かなと思って、ちゃめっ気を出して、あ、普通出してたんだ、やっぱり。はい、そこのロルはやっぱり狙ってます、わざと。あ、狙ってるんですね。はい、はい、そういうのいいと思います。ネクロさんと、はい、コミュニティとかもやってるんですよね。はい、コミュニティあります。うん、最近あと600人行きました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。思いっきりもかぶってたけど。コミュニティの方で、ね、詳細の方に書いてあります。どんな放送してるんですか。いや、もう普段はもう本当やりたい放題やってますね。デーモンさんよりひどいと思います。え、どういうことですか。それ負けねえぞ。どういうことですか。いや、うん、特に最近なんですけど、はい、Steam のみんながやりたくない安いゲームを叩きつけられることが多くてですね。ああ。何分でギブアップするかをなんか競われてるみたいな、そんな
感じになってますマジで。ああ、ひどさを。なるほどね。ちなみに最近というかそのどんなひどいゲーム投げつけた？ああ、まあ、ちょっと、まあ、後で出そうと思ったんですけど。あ、一個、じゃあ一個だけ。一個だけ、はい、はい。最近やったひどいのはマックピクセルですね。まだプレイしてないんだよなあれ。どうしようか迷ってて。いや面白いですよ。そうですよね、マックピクセルは。はい、名作の部類に入るんじゃないですか。面白いんですけど、はい、あの面白いクソゲーですよね。これあれですよね、ゲーム内容としては、ショートゲームがいっぱいあるんですよね。そうですね。で一つのゲームがなんかあの数秒で終わると。そうですね。ですね。それ毎回マックピクセルってもうなんかあのそうタイトルロゴみたいなのが。どこに見れるかな。あ、今動画落ちてるような気がする。押し付けていくみたいな感じですね。マックピクセル、解いても解いた気が全くしない。あ、でも動画が落ちてる今。マックピクセル残念。皆さんマックピクセルね、ぜひぜひ見てみてください。ページの URL 貼っとくんでね。はい、こちらになります。何分ぐらい持ちましたこれ。何分ぐらい持ったんですか。これはでも一枠以上持ちました。これ結構うん、あの良いクソゲーでしたんで。これはね、あ、結構有名ですよね。あのユ、ん？あ、どうぞ。あと、あのユーザーレビューも3000件あるんですよね。で非常に好評ですね。不評が500しかないです。このは結構いいあのあれですね。これ良かったです、ね。良いクソゲーです。大丈夫ですよ。そう、あの一番最初のレビューがマックピクセルって終わってますね。そう108番さんのコメントみたいな感じで。本当にそれしかないですからね。はい、ということですね、はい、そんな今日はネクロロさんといろいろとダベっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、事故らないように頑張ります。ちなみに Steam はいつから始めたんですか。 Steam はですね2012年ぐらい始めた。あ、結構な、はい、あの始めたというか、うん、あの知ってて、うん、ただちょっと海外で周りでやってる人全くいなかったんで、うん、海外で、海外ものじゃないですか。ああ、支払いとかが用芸とか。そうですね、そうです、はい、あの当時も全然優しくなかったんで。確かにウェブマネーも去年ぐらいでしたもんね。うん、うん、なるほど。ダメだったんで、うん、もう全然手つけられなくて、ただゲームがいっぱいあるなと思って探してはいたんですね。お、実際手出したのは2013年だったんですけど。最初に買ったゲームは何ですか。最初に買ったのテラリアです。おい、ちょっとなんだよ、なんかなんだよ、普通じゃないか。普通ですよ、全然普通ですよ。最初あれなんですよ、だから、まあ、ニコニコ界隈で、はい、まあ、ジェモさんもですけど、マインクラフトが流行って、うん、はい、だけどちょっと僕はあの 3D 苦手だったんで禁煙してたんですよ、はいはい、で、まあ、あの別にそういう流れで探してたわけじゃないんですけど、うんうんうん、たまたまどっかのサイトでテラリアを見て、うん、あ、これやべえと思って 2D 大好きなんで、おい、それで買おうと思ったら、うん、スチームで買えねえよって。え、どうやって買ったんですか最初は。あ、いや最終的にはやっぱりクレジットカードで買いましたけど。あ、沼に手を出しちゃったんですね、はい、手出しちゃったんです ねクレカ一回使っちゃうと思う。あ、もう止まらないですね。もうね、1、2、3クリックで、そうな。開発中って。そう、あ、私は最初に買ったのはですね、オレンジボックスってやつです。え、それいつのですか。もう何年前だろう。オレンジボックスないもんね今。そう、5年前、5年ぐらい前ですねとりあえずは。あ、でも5年ぐらいで、うん、ジェイモンさん4桁いったんですか。あのしばらく何も触ってなかったんですね。なので4桁いった理由はここ 2,3 年です。ええ、2年ぐらいかもしれない。そう、オレンジボックスっていうのは当時のバルブがですね、あのバルブっていうのはそのスチームの会社なんですけど、はいはい、その、ハーフライフ2とエピソード1、2、うん、ポータル、ティームフォートレス2をですねバンドルで20ドルで売ったんですよね、うん、でとりあえずスチーム始めるんだったらこれがいいよっていうことで最初始めたんですよね。20ドル安いですね。そうです、すごい、結構かけんでたんですよねバルブその時、うん、で、それが大成功だったんです。そのポータルはその時新作だったんですよ。これ大盤振る舞いと。そうなんですよ、新作で、でハーフライフ2の方もとりあえず一緒にやって、これでみんな買いやすくならないかなということでバカ売れして大成功っていう、うん、
あ、じゃあもう本当に Steam の幕開けを目の当たりにしたってことですね。そうかもしんないですかもですかもって言ったちなみにネクロさん何個ゲームを僕はもう残念ながらまだ287個しかありません。おいおいおい誰だよちょっとおい200何個ですか。287です、ね、287か、はい、まだだまだまだですもう始まったばっかりなんで聞いてまあ全然足りません。聞いてごめんなさい。俺何個か聞いて俺に聞いて聞いてなんてネクロさん聞いて俺何個って聞いて。あ、ジェイモンさん、はいはい、ちなみにいくつあるんですか今ですか。僕ですね、はい、今見たらですね1277個です。うわ惜しい。あと10個買えば、あと10個買えばちょうど1000個。いやちょっとなかなかあと1000個買わないといけないですね。1010個ですよ。1010個買う。1010匹ワンちゃんだ。いや、たまげた。すごい。ただね、ここで、ね、差が、ね、あるのがですね、おそらくプレイしてる数はですね、多分一緒ぐらいだと思う。ああ、網羅率ですか。網羅率、割合で。わかるサイトありますよね、うん、そういう。あります、あります。あれじゃあ、ちょっと悲しいことになってると。カネドブ、キンドブとかですね。今のところサイト知ってるのはキンドブと、はい、実際で買った金額だったかな、はいはい、あの一番最安値で計算してくれるサイトと、あの、はい、全部プレイしたら何時間かかるかっていう。はいはい、あります。あるですね。そう、ここでね、ちょっとね、だいぶほとんどの人は知ってると思いますけど、Steam とは何ぞや、というのですね、はい、大百科丸読みしていきたいと思います。はい、あ、それともなんかネクロさん、いい説明ありますか。いや、どうぞ。いいですか。はい。はい、まあ、4分の1なんでごめんなさい。よし、まだまだいけるぞ。Steam とはアメリカのバルブ社がですね、運営する PC ゲームのダウンロード販売プラットフォームであると。まあ、なんていう、ソフト、なんていうんだろう、オンラインのお店のソフトウェアですね、基本的には。ただ、ゲームを変えるだけじゃなくてですね、そのゲームの整理だったり、コミュニティもあります。で、自分のプロフィールとかもですね、半分 SNS 的なものもできます。で、利用者数がですね、なんぼだっけ、あれ相当数です。とりあえずすごいです。やべ、数忘れた。うん、千万、あれ何本言ったんだっけ。ものすごいんです、とりあえず。今、だいたい4000、6000ぐらいか。4000か6000のゲーム売ってるんですよね。アクティブが、なんか7500万人超えましたとか書いてありますね。ああ、それ。一時期、はい。1億近くにいってるんだよね。そうですね。もう利用者自体は1億超えてるらしいです。そうなの。アクティブ数がですもんね。すごいですよね。はい、僕たちはそのうちの一つなんです。そうですね。切ない。なんでですか。わかんない。なんでだ。かなりピラミッドの上の方にいると思います。いや、ところが俺アマちゃんなんですよ。1000超えたらまだまだなんですよね。ですね、海外国内問わず大手ゲームメーカーの作品からマイナーな独立系インディー系デベロッパーの、ね、作品までさまざまな規模、価格の PC ゲームを取り扱っている PC ゲームダウンロード販売プラットフォームとして最大級です。これガチですね、本当に一番ですね。ですね、サービスを利用するにあたって専用の Steam クライアントソフトをダウンロードする必要があるということです。でこれがね、今はですね、スクエアニックスパブリッシャーウィークエンドということでですね、スクエニのゲームが安売りされてます、はい、やっぱりね、ネクロさん、Steam の魅力ってセールですよね。セールですね。セールするたんびに何十個って増えてきますからね。ねえ、本当あれ困る、あれやめてほしい。例えば、ジャスコーとか、なんかこれ、アルティメットアクションデュオパック、うん、ジャスコーズ3とライズ・オブ・トゥームレーダーが一緒になって、1万円、1万3000円のところ。なんか微妙ですね。あのシーマーの病気ですよね、これ。1万円とか、なんか2、3000円って見ると高いと思っちゃいますよね。そうなんですよ。うん、あ、これやめた方がいいよな。でも、ジャスコがね、12月発売のやつが今、5000円ですから、シームで。今回、トゥームレイダーと、FF のゼロ式を買いました、僕は、これで。そう、はい、もうゼロ式は前買ってたんだけどね。やったことあります？ゼロ式。いや、ないですけど、なんかかなり名作だって話だっけ。ああ、はい、ゼロ式 HD ですか、これですか。はい、そうですね。これ買ってるはずだな。ライフ・イズ・ストレンジも今見てて、ちょっと欲しくなっちゃいました、ね。ああ、ライフ・イズ・ストレンジね、そう、ずっとおすすめされてて、ちょっとプレイしたんですよ。そうですね、おすすめはされてたんですけど、分割だったんで、ちょっと手出しにくくて。そう、特
頃がプレイして面白かった。面白そうでした、ね、今本当1時間だけでしたけどね、コンプリートシーズンだとですね、エピソード1から5、うん、40% オフの1188円、安いですね、うん、本当に安いと思います、うん、あの皆さんぜひ、さっき買いましたあの僕たちですね、あのリスナーさんがですね、あの1000本買ってくれることにですね100円ですね、あのバッグが入るので、ね、よろしくお願いします安っ全然割に合わないよねはい、そんなね、スチームですが、やっぱネクロさんスチームは好きですか？はい、もう大好きです。もうとりあえずパソコン立ち上げたら、もう、あ、まあ、もちろんあのゲームを先にやっちゃうんですけど、あまあでもあのかなりの頻度で新作のあさりをしてます。ああ、そうか。どうしても最初見たら、あのこれ本日のスペシャルってあるじゃないですか。はいはいはい。あれ絶対見ちゃうんですよね、やっぱり。僕絶対見ないですね。え、なんでですか？なんで？なんで？なんで？あのスペシャルのやつとかってもう見飽きたやつが多くて、はい、で大体あとあの、うん、なんだろう、トリプル A タイトルとか、うん、あの有名なとこが上がってくるんですよね。で僕あのみんながやってるんだったらもうみんなのあの、 あの感想聞けばいいじゃんとか思っちゃうあれテラリオ買った人と思えないな最初はテラリオだったんですけど、それは、うん、でもあの当時スチームやってる人自体が少なかったんで、うん、有名タイトルとはいえあんまりあの周りにやってる人全然いなかったんですよ。そうですよね、はい、テラリア、そうですよね、考えてみたらテラリアやってる人当時本当少なかったんですよ、ね、いや、いなかったです。英語だったんで、うん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 、それもあるし、はい、でも今の今回のスペシャルのクレードルっていうやつなんですけど、すんごい見た目面白そうだったんですよね。あ、それも知ってます。あ、どうですか？知ってました、知ってました。いや、うん、知ってたんですけど切りましたあれ、俺ちょっと今日買っちゃったんですよこれ。あ、いや、いいと思いますね。僕ちょっとただそんなに英語堪能じゃないんで、あ、そっか、多分ちゃんと読まないと分かんないなと思ったんで、ちょっと今動画を流そうかな。コミュニケーション系のやつですよね、うん、サイファイアドベンチャーで雰囲気がすごい良さそうだったんですよね、うん、なんかグラフィック、アンドロイドをなんか自分で育てるみたいな感じかなと思ったんですけど、結構テキストが細かくて長い文章、そうなんですよね、会話が会話シーンがそうなんですよ。ちょっとねこれあのね、結構生めかしいですねそう、コメントで早速エロいってやるけどさ、はい、いやそれ僕も気になりました。結構かわいいか、かわいいんだな、うん、あ、動いた動いた、わあ、ただね、本当にグラフィあのダイアログがねすごいもんな、はい、あ、怖い怖いすごい、おお、雰囲気マジよしっていうね。とりあえずこれもいずれ放送しようかな。そうですね、じゃあ放送楽しみにしたいと開発中がもう早い早い早いでまあね、そんな我々のことをスチーマーと、はい、あの自分たちで呼んでますよねなんで、なシーンはね、よいしょ、どうしようかな、あ、今のゲーム、クレードルね、これ、裏で貼りました、Steam で、ゲーム会社のバルブっていうことですね、結構歴史長いですし、世界中の人がプレイしてるので、こういうのをですね、語れる人を日本に増やしていきたいなと、そうですね、やっぱり放送してると、Steam 知ってる人しか来ないですもんね、そうですね。あれっていうことは、ネクロさんもスチームしてるし、うん、うちら、はい、なんだろう、スチーマーしか見に来ないっていうことですよね。そうですね。あれスチームを広めるっていうことにならないいや、でも大丈夫です。あの僕はあの、コンシューマーも担当やってますんで。あ、やってますか？やってます。おー。コンシューマーで釣って、うん、スチームで逃がすっていう。そうか、そう、むしろそう、みんな、リスナーさんに押し付けられるもんな。あ、ちなみにですね、コンシューマー、これですね、今のうちリスナーさんの皆さんにも出ていますけど、僕はコンソールって言います。あ、そうなんですか。はい、これですね、日本ではコンシューマーなんです。はいはい。でも、英語では実際コンソールなんです。なるほど。ただ、ゲーム開発者の方もコンシューマーって言うんです。日本では。そうなんです。だから、日本ではコンシューマー、はい、で、海外ではコンソールです、ね。コンソールなので、僕はいつも CS って言ってます。
なるほど。はい、でも CS ってなるとカウンターストライク、うん、完全にカウンターストライクですね。そうなんです、そうなんです。だからそこをね、あの今のうちにちょっと言っておきます。はい。ね、あのこれちゃんと、いろんなソースを読んだので合ってます。わかりました。これからはコンソールと呼ばせていただきます。いや、でもコンシューマーも合ってるので、あのややこしいんですよ。だから好きに読んでください。はい、それはね、まあ、スチームプレイヤーなので、最近、はい、プレイ中のゲームを聞いていきたいと思います。いや、もう、とりあえず外せないのロケットリーグですね。もうこれはそうなんです。あれ誰かなんか大会するって言ってなかったかな。あれ月末26日に大会することになりました。はい、スカイプに URL 貼ってもらっていいですか？ありがとうございます。ああ、わかりました。はい、ちょっとね、俺も映像出してこれ、ロケットリーグ。ロケットリーグすごいよね。ロケットリーグやばいっすね。何本だっけ？7000万ドルか。あー、確か、7000万ドル売り上げいったっていうニュースがなんか出てました、ね。そう。で、すごいんですよ、ロケットリーグの。ロケットリーグ、本当にすごいんです。あれは今、やばいことになっております。ね、ただ日本の人がなんか刺さらないっていう。プレステ4にも出てた、あのフリープレイで出てたんですけどね、なかなか食いつきが良くないという。ロケットリーグっていうのはですね、車でサッカーです。合ってますよね。もうはい、もう聞いた瞬間クソゲーとしか思えないですね。そう、ただね、面白いんだよね。僕も最初はクソゲーだと思ったんです。え、なんでですか？いやだから車でサッカーなんてそんな面白くないでしょと思ったら、と思ったらやってみたら、なんだこれクソ面白いんですけどみたいな。今プレイ人口もまだまだいますしね。はい、あ、もう一応かなり一応知り合いが増えたんですけどね、これで。ん、何が増えました？あの知り合い、あのフレンドがかなり増えました、これのおかげで。そうなんですね、これわちゃわちゃゲーと思いきやガチゲーなんで。そうなんですよ、本当にスポーツなんですよこれ。一回これ放送した時に大会優勝者が来ちゃって、マサムネさんですね。もう本当、あの人ね、FPS も上手いからね。、しかもね、最近ロケットリーグアップデートでバットマンのアップデート、バットそうですね、8日なんで明日ですかね。はい、はい、バットモービルが来るそうです、うん、すごいね、この前はあれですね、あのバックトゥーザーフューチャーでデロリアンが来てました、うん、おっしゃ知らねえ、デロリアン知らなかったんですか？デロリアン来てたのか。来てました、相当前に。あの多分ジェモさんやってた時にはもう来てました。あれ、あ、その話したかもしんない俺。その時同じ感動してた気がする。忘れてしまっていたって。ね、これまたやりたいな。これね、そう、これぞ本当の e スポーツだから、これ e スポーツなり得るガチで。なで、あ、これか、この大会があるんですね、ユルフォア大会。あ、そうですね、あのもうガチの大会結構増えてきたんで、はい、これから始める人やっぱり増やしていきたいなと、うん、ことで、ちょっとあの初心者の人でも出られるようにちょっと一応ルールを考えてやってみよう。これ、どうやってそのなんでしょう、レベル差を。あの一応ランクマッチがあって、はい、でランクつくんですよ。あなたはこれぐらいですみたいなの、はい、でそれを一応あの点数付けして、はい、チーム全体のポイントが下手になるように割り振ってそれやりたいなと思ってます。プロは誰か呼ぶんですか？大丈夫ですか？プロとかはまだあの呼ぶ気は今のところはないです。ちょっと初回なんで、うん、ね、事故ったらまずいんで。そうだよな。これ持ってる方でも大会をちょっと、あ、ジェムさん出てくれてもいいんですよ。これ3月26ですよね。はい、ね、予定があるかもしれない。ちょっと確認しておきます。確認しておきます。はい、一応ツイートしとこう。はい、お願いします。ツイートどうしようかな、どうしようかな参加できるかな、よいしょ。わざとらしいですね。タイプしながら喋るとそうなっちゃいますよね。はい、3月26日19時から。はい、やりたいと思います。はい、ぜひお願いします。あのいろんな三元中継ぐらいはすると思うんで。ほうほうほう。はい、あのこのゲーム観戦ができるんでね、あのリアルタイムで。ああ、
それなんで、今までの大会もそうなんですけど、実況解説がついたりしてるんですね。おリアルタイムで。実況は誰がするんですか？はい、実況はそれぞれミラっていうか、その部屋を持ってくれる人にやってもらおうと思って。あ、なるほど、ちゃんといいんですね。はい、でゲストでもう一人ぐらい呼んでもいいよっていう話をしてます。へえ。あ、参加表明は25日ギリギリまで OK？ はい、ギリギリまで大丈夫です。大変ですね。事故る可能性あるんで、ちょっとビビりながらやってますね。いやーねー。あ、先月出た Xbox One 版ではユニークプレイヤー数100万人いった。あ、もう100万いったんです。すごいですね。すごいなあ。昨日過去最大の世界大会の決勝あったねっていうのが ありました、ありました。もうすごい、もう何だろう、鳥肌が立つ展開だったんで、まあ一回見てもらいたいなと思いますね。でなんとかプレイしなくても一回見てもらいたいなと思います。ロケットリーグの大会名何でした？これちょっとちょっと忘れちゃいました。なんとかチャンピオンシップなの間違いないです。リスナーさんにちょっと、じゃあロケットリーグスーパープレイで検索すればいいね。ロケットリーグでもさ、わかんない人に見てもわかんないよな。やったことない人が見ると、まあなんかすげえんだろうなぐらいで終わるかもしれないですね。でやったことある人が見るとわけわかんねえ、なんだこれっていう感じ。やっぱサッカー、普通のサッカー観戦してるみたいなと同じような気分で見られるんですよ、試合が。そうなんですよね。なんでね、ぜひこれ一回触れてみていただきたいなと思います。ロケットリーグチャンピオンシップリーグか、なんだろう、プレイリーグ。こう来て飛んで打って、なんかあれですね、モンタージュとかいうのを結構みんな挙げられてまして、うん、そうですよね、もうすごいこれは綺麗に決まったぞっていうゴール集、うん、みんな作ってるんですよね今これ。トップ10ゴールズっていうのを見てるんだけど、あ、飛んでる、めっちゃ飛んでる、あ、すげえ。ね、こんな感じとか、まだここくらいだったら理解できるんですけど、うん、だんだん理解できなくなってくるんですよ。めっちゃ飛ばしてみよう。空中をなんかマグナムトルネードしながら飛んでったりとか。マグナムトルネード？小学生か。もうくるくる回りながら飛んでったりとかですね。あ、逆さまでゴールして。そうそうです、逆さまでやったりとか。はあ。もう一個の点。こう飛ばして逆さまでスライドして、あ、すげえ。あ、自らアシストしてる。これね、ミリクです。こう飛んだ。何してんのこの人。え？何今の。はい。まあ、なんかだからいろんな、なんか慣れてくると、となんかいろんなとんでもないことができるようになってくるんで、なんかあれなんですよね。本当に部活やってるのと同じで、日々練習してたら試合で。だんだんスーパープレイができるようになってきたみたいな。あそんな感じの面白さがあるんで、なんか今までのゲームとちょっと違うなっていうふうに思ってますね、このゲームは。もうね、いや確かに違う。なんかシューターゲームとかって、うん、やっぱシューターゲームとかもやればやるほど上手くなる系だと思うんで、はい、まあ、似たようなところあると思うんですけど、うんうん、ちょっとなんて言うんですかね、なんか乗り越えなきゃいけない壁がすごい隔たりがあると思うんですよ。始めたばっかりの人と、うんうん、それこそこ動ける人の差が、はいはい、でこうロケットリーグはなんかなだらかなんですよ、そこが。あ、なんでなんか、あ、少しずつ自分上手くなってるっていうのが実感できながら楽しめるんで、ゲームん無理にガーってなんない、なんないです。はい、結構上の方になるとコントローラー投げてる人とかいますけども。あ、ネクロさんスーパープレイできるんですか？僕はまだ若干時間できる時がたまたまあるかなぐらい。それ信じていいんですね。うん、そうですね、まあ、あんまりまだできないですね。まだ真ん中よりちょい上ぐらいのなんで。あ、しかもそこそこランクもだいぶうまく機能してるみたいで。はい、ランクもかなりちゃんと機能してますね。うん、ということはそのちゃんと似たような、はいはい、もうはちゃめちゃに強い人がいきなりガーンって入ってくることはもうほとんどないと思います。まあね、あとそうビリヤードみたいなコメントあるけど、はい、そのまさにその通りで、その結構適当に言っても入る時があるし。はい、そうですね、うん、で入った時はすっごい上手いプレーしたように見えるんです。そうイエーみたいな。絶対それ面白いわ。これもずっとやってるんですね。もうこれはかなりやってますね。これ2015年7月7日ですね。今は1980円
はい、セール時が一番安くて確か1300円台ぐらいだったと思います。おお、だいぶだな。全然1980円で買っても問題ないと思います、うんうんうん、そのゲームは。はい、だいぶ楽しみで、だ今も1万2000人がプレイ中でございます。お、高いね。高いです。多いです、多いです、とっても多いでございます。はい、このインディーがこんなだもんな。だって多分 BF ハード、あ、ごめんなさい、何でもないです、すみません、気にしないでください。デーモンさんでも多分、うん、普段言ってるあの P が全然流れないと思いますよ。いや、あの放送したらすごい楽しかったもん、うん、はい、もう全然そのままそのまんま上手くなっていきますね。ドーンドーンドーンっていうのはすごい、なんか本当サッカー好きとかね、ああいうスポーツのエンターテインメントですよね。はい、およっしゃーみたいな。ギリギリ入んないとか、そういうのが起こるんで、楽しいと思います。はい、これですね、もう一度、3月、あ、どこ行ったっけ。はい、3月26日、10時からやる予定です。あ、まあ、本戦は20時からの予定なんで、うん、はい、うん、まあ、もし時間が空いてましたら、皆さんね、これ、はい、見ていただければ。ユルフア大会第1回ロケット。まだちょっと枠取ってなかったんですけど、取る予定です。延長付きで、お、店に切っていきます。よし。本当、そういえばこれ実はこの大会もさっき知ったんですよね。ミクロさんのサムネ検索してるときに、あれ、あー、こんなやるんや、あーみたいな。いや、まあまあ、最悪は別に宣伝しなくてもいいやと思ってたんで。そうそう、いやいや、そういえばと思ってパッと思いついて。ありがとうございます。はい、というロケットリーグ、ですね。それはめっちゃプレイしてると。今何時間くらいプレイしてます？これ今600ぐらいですね。めっちゃやってる。これもうネクロダンサーそろそろ超えるんじゃないかな。まあ、まだネクロダンサーの方やってるんですけど。うわ、ネクロダンサーどのくらいやってるんですか？ネクロダンサー700ですね。もうほんとみんなおかしい、やりすぎました、ちょっとね。何なんだろうな、ロケットリーグのフレンドどんくらいやってんだろう。ロケットリーグ今フレンド70人ぐらいいますね、ロケットリーグで。結構、そう、ちょっとめっちゃ多いじゃないですかそれ。そう、お仕事されてるんですかっていう。お仕事してますよ。睡眠時間が削れてます。ほんと、俺77人持ってるわ。え、あ、これびっくりした。これ誰だか、1000時間やってる人がいた、1200時間。そう、あ、いますね。一番頑張ってる人たちが今2000時間ぐらいですね。うわ、すげえ。そこら辺の人たちは、なんかわけわかんないプレイし始めますね。みんな、お疲れ様です。他には何かありますか？あ、これ最近。うん、よくやってるっていう意味だと、いや、もう最近よくやってるって、もう本当ロケットリーグだけで、うん、まあ、それ以外触った方で言いましょう。そうですね、最近、はい、最近やったのは本当に出たばっかりなんですけど、モモドラっていうゲーム。ああ、なんか放送してた。はい、これ面白かったんで、ちょ、これもおすすめしたいなと思います。新作ですねこれ。はい、新作です。モモドラ3っていう前作あったんですけど、モモドラ3はちょっとなんか不愉快な難易度だったんですよ。アクションアクションです、うん、横スクロールのアクションです。これか。で、今回のやつは、まあ、さっきも言ってたコンソールね。コンソールのゲームご存知か知ってると思うんですけど、ダークソウルとか、はい、あそこら辺の感じの難易度になってました。あら、死にゲー。割と死にゲー気味ですね。気味気味です。そこまで死なないですね。でも結構難易度高め。難易度高めですね。なんか優しくはないんで、うん、あの手応えもあるんで、うん、あ、歯応えですか。歯応えもあるんで、ちょっとこれは。手応えもあります。歯応えの方があるかもしれない。歯応えの方があるんですね。なるほど、なるほど。はい、味、出汁も出てくるんでしょ、どんどん。はい。もうなんか、操作性はかなりいいんで。あ、そうなんですか。はい。これも結構一押しです。これ日本語、もちろん日本語、見ての通り日本語対応なんで。うん、これ日本人が作ったんですか。多分そうだと思いますね。プレイズムさんのやつですね。そうですね。プレイズムさん結構海外のやつからな。はい。最近頑張ってます。ね、あ、プレイズム日本語化されたっていうことは。あ、じゃあもともと英語だったんですか。日本っぽいけどな。日本っぽいですよね。あ、そこはスペインなんです。すげえ。スペイン人。さすが、本当いつもリスナーさんに助けられてありがとうございます。
どっちがスチーマーなんでしょうね。いやもうね、とりあえず聞けば何か誰か答えてくれるから本当にありがたい。はい。いや可愛いし、うん、操作性もいいし、爽快感もあるんで。クリアしたんですかこれ？結構あのセーブポイント戻されて慣れてやめました。で一回休憩しました。3月4日ですね、これ発売された。はい、出たばっかりです。はい今 10% オフで882円でございます。全然ペイする金額だと思います。これはサウンド、はい、音楽も良かったね。サウンドラック付けは1000円か。 DLC もあるんだ、はい、デブニアンドルムーンライト OST って何や。あ、ゲームでボーナストラック。あ、なるほどね、はい、それ僕はあのサントラの方買いました。おー、これモモドラシリーズこれが4作目。はい、そうですね。だから 前作で若干の難易度に心配してたんですけど今回は気持ちがいい難易度でした。はぉ、あ、すごい、一通りノーマルとハードクリアした人がもういる。悪魔女王ドラキュラ X 月下の野草曲、はいはい、ダークソウル洞窟物語、上記のゲームは好きなら迷わず買いです。だそうです。この人レビューいいな。はい、はあ、2本ほどあるんですけど言っても大丈夫ですか？え、ダメですって言ったらどうしますか？全然いいですよ、全然いいですよ、どうぞどうぞ。いいっすか、いいっすか。もちろん、もちろん、そのための放送です。あまり周りの人がね、やってないんで、不思議だなと思ってるやつを、はい。はい、ニュークリアスローンっていう、あー、はい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 、があるんですけど、ウィッシュリストに入ってるやつだ。あ、これですね。はい、今、ちょっと出しましたけど、あ、もう大丈夫です、動画流してます。はい、ありがとうございます。やはり、開発者の方みたい。ありがとうございます。これはローグライクか。これはローグライクのシュー見下ろしのシューティングなんですけど、こっちの方がいいな。これもう英語とか全く分かんなくても全然遊べるゲームなんで、もう単純明快ですね。敵を撃って倒せばいいだけです。で、これは面を進めていくパターン。はい、面を進めていくんですけど、各回ごとになんかあのボーナスレベルが上がるとなんかスキルが覚えられる、はいはい、ああ、なるほどね、それを繰り返しながら奥に進んでいくって感じなんですけど、うん、もうはちゃめちゃで面白いですよ。ただ難易度かなり高いです。難しいってタグついてる、はい、難しいです。難しいけどもそれだけ面白いです。それでも続けちゃうぐらい面白いです。ああ、これあおまねなんだ。へえ、ちょっと待って、おまねチェックしよう。スチーム、ニクレス11ドル。いや、おまねそんなことないんじゃないかな。11ドル99、12ドルぐらいだから、うん、1週ぐらいかな。多分だからでもあの、うん、プレイ時間的にはあのちゃんとハマってちゃんとやってれば全然ペイする、低下でもペイすると思います。まあね、どのくらいやってるんですか？そんなにやってないですね。でも面白い。いや面白いです。これちょっと止めないとやばいと思って。あのネクロダンサーと同じタイプなんですよ、うん。あーなるほど。あ、リトライってやっちゃう。これなるほどね。なるほど。気づいたら朝になるっていうのを何回かやって、スランキーとかと一緒か。そうです。もうあ、これまずいと思う、止めないと死んでしまうと思ってやめます。あ、モジャム2が起源のゲーム。うん、はい、ジャムだよね。はい、はい、すげえ。これ今11人振るのがこのゲーム持ってますって。もう買ってんのか。面白かったです、すごく。メタクリティックめっちゃ高い、89。ユーザーはどうだろう。そうです。でもみんなあんまやってなくて、なんか不思議だなっていう。意外にね、こういう情報が入んないですからね。そうですね。これ面白そうですね。今、1180円。はい。これちょっと気になるなぁ。ドドドドドって感じですね。そうですね。ネクロさんクリアしたんです？してないですね。ラスボスまでは行きました。おお、すごい行ってる。ラスボスまでは1周目のラスボスまでは行きました。1周目ってことはまあ何周かできるんですけど。ねえ、はい、難しいです。何が好きだったらこれも好きそうですかね。いや、まあなんだろう、 2D アクションゲー好きだったらみんないけると思います。うん、で難しさはネクロダンサーとか。ネクロダンサーよりちょっと難しいぐらいかもしれないです。あ、結構難しい。結構難しいですね。俺20時間でやっとネクロダンサーになれたっていう、なれたっていうか初クリアだった。いや、それは全然早いと思いますよ。え、嘘。本当ですよ、本当ですよ。早いですよ、20時間でクリアだったら。あれ、みんなおかしい、やっぱみんなおかしい。みんな、いや、じゃあ開発者おかしい。
うまいですよね、みんな。ねえ、みんなもうダメ、はい、あれダメダメ。あ、これはハマると何千回とはすぐローグライクゲーか。全然いけます、本当に。だから本当にネコロダンサーと同じです。うわ、これはもうおすすめしてる方も結構いますね。あ、もう一個なんか。あ、これもう一個はそんなに最近じゃないんですけど、あの、キープトーキング&ノーバディエクスプローズっていうやつがあって、キープトーキング&ノーバディエクスプローズ、これか。これがかなり面白いんで。You are running room with the bomb. 爆弾を持って部屋にいると。はい。これそんなに時間はやってないんですけど、これは一人持ってればみんなで遊べるんで。はい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 。ちょっとぼっち、確かにぼっちには悲しいゲームですけども。これあれか、説明していきますか。そうです、そうです。これは自分の目の前に爆弾が表示されて、うん、でそれを、見る人と、あ、見る人は説明してあげるんだよね。はい、そうですね。でどんどん解除方法をっていうね、うん、これ生放送とかやってたら絶対あのリスナーとやり取りできたりすると思うんで、これ面白いかなと思って。リスナーさんともやり取り、はい、これ僕あの放送でリスナーに解かせるっていう方法でやりました。はーちょっと面白そうじゃない。面白かったです、これ。へぇ、バトルシップの逆版、そう、あの協力版的なもんだろうね、きっと。そうですね。みんなはあの手元に PDF で、あの、うん、今映ってますけど、うん、あの紙が、ね、解体の手順書みたいなのが渡されるんですよ。それを見て、声だけであの伝わってくる情報をもとに解除するのは。へぇ、起きなさい、面白い。赤い線を切れとか、そういう。へぇ、ぼっちには辛いな。ぼっちには辛いです。あ、結構やってるんです。あ、どもこさんもやってたんや。はぁ、これ、うまくいきました。できます、できます。うん、始めたばっかりの人は1個2個、仕掛けが1個2個3個ぐらいでやればちょうどいいし、うんうん、慣れてきたらもうもっと10個までできるんで、仕掛けが10個解かないとダメとかいうのができるんですよ、10分以内に。PDF はどこ、なんか PDF は日本語化されたやつが、有志で日本語化してもらってくれてるやつが、コミュニティのところに置いてあるんで。なるほど。はい、英語わかんなくても大丈夫です。これはなんかある、誰かが1本持ってるだけでワイワイ遊べる伝言系パーティーゲーム、ね、はい、このゲームと爆弾解体マニュアルっていうですね、人数分紙媒体に印刷と。そうですね、ボドゲ感覚で遊べると思うんで、これ面白いと思う。あ、ガチ勢でない友達を。ガチ勢来ちゃうと、あのすぐ行っちゃうんで、もう。見たくても覚えてるわ、みたいな。はい、これ、谷のレビューで読ませていただきますけど、一人は爆弾の解除役。うん、その他大勢のプライスレスドア、マニュアル片手に解体役を誘導するだけ。たったこれだけのことにどうしてこんなに難しいのか。はい。誘導枠は解除役の画面を見ないで遊ぶのがポイントで、お互いに口頭での伝達だから正しく伝え合えるか、必要な情報を探し合えるか、情報を汲み取れるか、最大の鍵となってくると。はい、そういうことです。はい、これちょっと、これはこれはあの普通のゲームっぽくないゲームなんで、うん、なんかSteamの中でもなかなか得意なゲームなんで、ちょっと面白いかなと思う。コープ、ローカルコープ。これ系、アプリとかでこういうのありますよね。はいはい。この間見たのが何だっけ、箱をなんか開けていくやつとかっていうアプリだったんですけど、これ系か。これ系は面白かったです。リスナーさんと楽しめますね、確かにね。はい。まあそうですね、生放送をやってる方がもしいらっしゃったらね、ぜひこれをやってもらえればな。もなんか、リスナーさん、すごい頭すごい良さそうな人いっぱいいるから、パパッと。それ多分放送したときは画面映さずにやったっていうことですよね。あ、いやいや、映してるんですけど見ないでねって言ってやりました。ああ、なるほど。あの参加してない人は画面も見てるみたいな感じ。ああ、なるほどね。あ、そうか。ちゃんと参加する場所を。はい。そうです、そうです。これ、この会社、ここに何か出してるかな？スティールクレートゲームズ。他にも出してるかもしれないですね、同じようなの。でもなんか似たようなタグ。これ、難しいな、探すの。いや、これちょっとウィスリス入れとこう。ちょっと高めなんでね、安売りした時に買う。1500円。リスナーが優秀でもリスナーの言ってることをジェームは理解で、あ、そういうことか、バランスで取れるね、それで。まあ文字だとなかなか難しいですね。
はい、線をきれいとかいうやつ以外のやつだと結構難しいかもしれないです。はい、いろいろあるんですね、はい、読めない文字みたいなのが出てきたりするんで、あ、これ系が増えたら面白そうですね読めない文字か、はい、あ、そこ、それ説明もしないといけない、読めない文字を どう伝えるのかみたいな、そうか、ここ四角なってってこっち三角、そうですね、違う違う、四角っていくそう言ってる間にも時間が過ぎていくっていういや、もう絶対想像できるわ違う違うってコメントがもう、ああもうっていうのがどんどん流れていくんだろう言ってんじゃんとか言われるいいな、いいな、ありがとうございます。はい、他になんかもう今パッと思いつくんないですか。あの、今のとここんぐらいでいいかな昔のゲームで、じゃあ一個なんかパッと思いつくのか。昔のゲームですか。今までやってきたゲームいろいろあるじゃないですか。待って、ちょ、最近本当に完全にロケットリーグにもう侵されてしまって、プレイしたゲームのリストはないんだよね。でもプレイ中のタイトル、ブラッドボーン、ニクラスのワールド、あ、そうかそうか、そこはあんまり更新してないんですよね。あ割と最近だと、あの、ジェイモンさんがこの前やってたファイアウォッチ。ああね、ファイアウォッチネタバレなしでうまく話すと、はい、難しいな、ネタバレなしで話すのあ、まあまあ、あの、物見やぐらでお姉さんと通話しながらイチャイチャ、そうE3 でね、発表された時はね、すごい、あの、見た感じすごいいいんですよね、本当に。うん、ファイアウォッチ、これだ。英語のみっていうね。そうですね、英語のみなんで、ちょっとかなり大変だったんですけど。これ大変だと思います、はい。この英語だって結構自然な英語ですから。はい、なんとかニュアンスで素晴らしい。ニュアンスで頑張って。これね、見たことある人いると思う。ちょっとね、とある事情で、この、まあ、監視所に来た主人公がちょっとした謎を解いていくって感じですね。これ始まるまでがちょっと一番きつかったですあー、あそこ、あの出だしの最初の出だしあれはちょっとね、めんどくさい、ちょっと長いでしょそうだ、確かにサクサク進めないとちょっと辛いかもしれない、辛いかこれクリアしたんですか。これクリアしました、一応、はい、クリア、まあ、まあできますよね、はい、結構早めに終わっちゃうし。そう、本当ね、このファイアウォッチな、ファイアウォッチな、だから語るにはちょっとネタバレしないといけないから難しいなそうですね、ストーリー僕は結構好きなんですけど、あの、そうなんですよ、雰囲気しか分かってないですけど、とりあえず、あの、あと声優さんがすごく上手、ね、あ、そうですね、はいはい、それはすごい良かったんだよな良かったんだよな2出すんかな、これ2出すんかな音楽も良かったんだよな、ほんと、あ、音楽良かったですね、環境音も良かったですね、すっごい良かった、本当に良かったです、はい、ベタ褒めですね、いや本当に、でもな、日本語書きしてくれないかな、プレイブンさんって言ったのプレイブンさん結構これね、作ってるところですね、結構有名な人たちだったんですよ、なんだっけ、なんか前説明読んだんだよな、結構でも誰でも知ってるようなゲームを作ってた人が関わってて、でその人たちが一緒になって作った初のゲームっていうことなんですよね。日本語がいつかきっと出ることを願ってやっていこう。はい、また思い出してきちゃったんですけど、どんどん言っちゃって大丈夫ですか。あ、いいですよ、いいですよ、ガッツリ。時間大丈夫ですか大丈夫、まだ大丈夫です。もしかしたら1時間切るかもって言ってたんですけど。もう、うん、全然だったね。大丈夫です。ガッツリどうぞ。あと、じゃあ、クロマスクワットっていう。あーこれ見れるのかな今。ああ、でもそっか、日本の IP からだと見れないかもしれない。今見れなくなっちゃったんですよね。これね、曰く付きなんだよなこれ残念ながらね。これはめちゃくちゃ面白かったんですけどね、うん、あのクロマスコードっていうのは、戦隊ものの、何でしょう、テレビ番組の人たちになって、はい、ストーリーを進めていくんですよね、はい、で雰囲気とかすごいいいし、で本当戦隊ものの感を出してるんですよね。あの戦隊ものの知識がある人がよりハマ、うん、るゲームです。そうです、あの開発者も戦隊もの大好きだからあとすごいんですけど、その日本の戦隊もののやつがブラジルで放送されて、うん、で それに影響されて作ったゲームなんで、うんうん、あの元は日本の戦隊なんですよ。そうなんです。ここでちょっと悲しいことにそのせっかくその全てね、そのクリアしたと思ってたら発売して1日か2日ぐらいで、うん、おまくになっちゃったんですよね。おまくになっちゃったんですね。もう変えたんですよ、僕は変えたんです。ちょっと気になってたんで、ずっと
これすごいですよ本当に、うん、あのその日本の戦隊もののお話の中のキャラクターの話とか、うん、あるエピソードの話とかが入ってるんですよ、うん、パロディーになってるやつ、うん、訳しながらやってたんですけどかなり調べないと、うん、ちょっとこれも結構言葉多いですね厳しい感じでしたいやでもだからそういうネタを知ってる人だからおじさんたちはさ相当面白いんじゃないかなと思うおじさんたちはそうですよ私みたいな若い人は分かんないですよねいやちょっと僕もあえ他には PV の主題歌日本語そうそうですね PV の主題歌それ YouTube とかで見てみてくださいはい、はい、他には、はいあとおすすめ、あ、そうですね。じゃああんまりやってる人が見ないって意味で、タイタンソウルズっていうのがあります。タイタンソウルズ。はい。これか。これ死にゲーなんですけど。あれこれなんだっけ？これですね。はい、いや、持ってます。ありますか？あ、持ってるんですね。はい。え、やられたんですか？これやってないんですよ、まだ。これは積んでるんですよ。動画なかったっけ？これ動画あってるね。そうですね、これワンダと巨像とか、うん、あれにすごく雰囲気は似てますね。一撃なんですね。敵も味方、敵も時期も一発でしょ。あれこれ、お前、そうだよな。なんだっけ誰かに示されたのこれやっぱり一発で終わるっていうのがやっぱりいいですねこれ雰囲気良しですねこれぜひあのノーマルやった人は多分あの物足りなさを感じると思うんで本当にハードをやってほしいなと思いますハードルクリアしたんですかあクリアしましたクリアわすごいどっちもあれなんですよ数時間3時間とかで終わるんであへえでハードやっ、うん、ノーマルやってあれしたことなくないですかみたいな経過からするとちょっと足りなくないですかみたいなあのところなんですけどその後ハードやるとあこれのためのチュートリアルがノーマルだったんだぜひハードまでやっていただきたいなと思いますもちろん最初からハードやってもいいんですけど、うんうん、かなり萎えると思います最初から1500円音楽とかも、はい、これもあのセール時はかなり安くなってるんではい、これ、英語とかはあこれ、英語ですけど、全然、言葉、確か出てこなかったと思います。ああ、なるほど、なるほど、はい。雰囲気だけなんで。へぇ曲もいいんでね、おすすめです。というですね、皆さん、これ、タイタンソード、今ね、リンク貼ったんでね。はい、Steam 好きなの連れてやってきました。いらっしゃい。そう、なかなか、Steam について語る放送って、そういえば、なかなかないよなって思ったな。自分のおすすめを言い続ける放送とか需要あるんですかねあるのかもしれないですね個人的にある他には今パッと思いついてるって言ってましたそうですねまだありますかあ、まあ、一番最近ですけど、うん、スターデューバレーって今なんかめっちゃ売れてるじゃないですか、はいはい、あれもいいんじゃないかなと思いますあれね俺ハマってるんですよねハマってましたよね前後さんもね俺これね悔しいからハマっちゃった、うんこれですね、牧草物語、マイクラ要素ちょろっと、そうですね、はいはい、動物の森要素ちょろっとっていうね、うん、いいとこ取りですね、それはすべていいとこ取りでしたね、これ、うん、本当に、いや、本当にいいとこ取りでした、ね、そうなんですよ、これね、日本語がね、まあ、どうやら、どっかのスレでは、日本語化、もしかしたらできるかもっていうレベルなんですけど、あ、有志でってことですか、そうです、そうです、もしかしたら、すごいな、それ、うん、ただ、どうしても、なんか釣りと太陽。うん、できない UI だけはなんか変わったとかって噂をね、うん、これ流行り具合がすごくてあの Steam 売上ランキングみたいなのがあるんですけど、はい、あのトップが今ディビジョンっていうね3月放送に開始されるやつ、はいですね、2位がこれなんですよねそうなんですびっくりしましたでしかもこれ作ったのが4年かけて1人の人が作ったの恐ろしいよね恐ろしいですよね、うん、あウォーブンマイン面白いあれ面白かったというようなねそう一、はい、人らしいこれハクスラ要素ねちょっとある洞窟探検あります、ね、そう洞窟探検があるのでその武器っていうよりも本当いろんなねその素材を集められるっていうのがね大きいねそうレビュー数6すごい6163件
これは正直個人的におすすめ、1480円、はい、全然定価でいいと思います、うん、フルプライスで来い、はい、フルプライスで来いって感じですね、はいはい、で今ちょっとコメントであった This War of Mine か、うん、っていうのはやったことありますか。あ、やりました。あ、クリアも残念ながら僕にはあの合わなかったこの This War of Mine っていうのはですね、確か実際の戦争体験をもとに使われてるんですよね、うん、で、横スクロールっぽいんですけど、その何でしょう、サバイバルでシミュレーション、で雰囲気、ほんと雰囲気ゲーなんですよね、うん、あ、止まった、ロードができない。なんかお話の内容がかなり深くて面白いって話ですよね。そうなんですよ、これね、はい、みんなネタバレしないでよ、プレイしてる人ね、ネタバレなしよ。ただこれ実際のその戦争体験を元にしてるんで、ちょっとちょっとねイベントがあるんですよね、うん、でそのイベントが結構ガチな内容なので、うん、結構心にくるらしいです、うん、そう、俺もちょっとやった、これちょっとまた続きやりたいな。We were a group. We would do anything to stay alive. これちょっと続きやりてえな。時間がどうしてもあれですよね。あのなんでだからもうついつい同じに戻っちゃうんですよね。うん。悔しい。Stay with you. あ、重かったっけこれ結構。Forever. はい、これですね。よいしょ、これの裏のコピー。よいしょ。This War of Mine ね、今いくらだこれ、1980円、2000円ですね、セール時は300円でした。安っ。俺どんぐらいくらだったの。そう、その時買ったんです。うわお、あそこ、これね、何が素敵なのかね、これダウンロードコンテンツあるんですけど、うん、ダウンロードコンテンツの内容はですね、War Child Charity DLC。 お、これチャリティー、すごいですね。うん、これを買う個人の人にってことですよね。そういうことですよね。素敵。こういうのをね、やれるのがとってもいいです。うーん、俺もちょっとなんか紹介したいな。何せっかくだから、あ、もう 4桁の実力をこう、スカイローグ。スカイローグっていうのがあります。スカイローグね、うん、アーリーアクセスなんです。アーリーアクセスもちろんあんま買わないですか。いや、アーリーアクセスガンガン買います。スカイローグ、スカイローグ、これだ、1000円か。あー、知ってます、知ってます。これですね、そうそう、ちょっとね、ピクセル調、なんていうの、あの、ピクセルじゃない、何調だ、あれ、ちょっと昔調のやつなんですけど、飛行機なんですよね、なんだっけ、フライト飛行機なんですよね、なんで。買いますみたいな感じで。これね、ちょいちょいできるし、で毎回マップ変わるんですよね、うんうん、で結構操作性もいいしね、ウェブマイクもゲットできるし、これ基本的にはエスコンなんですか。そうなんですよ、どうやらエスコン、あ、エスコンだねっていうコメントもあったんで、うん、あ、やばいやつ、あ、うん、そう、で、あの、一日一日をとりあえず頑張ってこう勝ちに残っていくっていう感じです、うん、でこれ一番の敵が着地なんです。マジ、着地あるんですね、これ。着地がね、時間に戻るときがほんとつらい。ほんと何度、何遍死んだことか。ほんとね、レトロチックで、ポリゴンだ、ポリゴン。そうそう、ちょっとポリゴン調のね。ね、なんか、うん、一番最初の頃のスターフォックスみたいな雰囲気が、そう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 、若干ありますね。そうなんですよ。これがね、結構、アーリーアクセスですけど、そこそこ完成されてあるの、うん、されつつあるので。おすすめされたんで、じゃあ、開発します。いや、早い早い。あ、ちなみにね、パッドです。パッドの方がいいです。これパッドありますか。はい、開発しました。あ、もちろん。あ、早い早い早いから、早いから。もうこれスチームでいけないとこだよね。はい。あ、デッドレル持ってる持ってる。まだプレイしてないんだよな、あれ。デッドレルみたいな、かくれんぼでしたっけ。そうそうそう、プレイしたことあります、はい、いや、しましたしました。どうでした。いや、面白かったです、うん、これリアルダムドですよね。ダムドって知ってます。ダムドってどダムド、ダムド、わからないです。ダムドもですね、似たような感じなんですよね、はい、ダムドの方が古いかな、確か、はい、このマルチの、何でしょう、ちょっと一時期流行ったんですよね。あ、うん、ホラーです、ちょっとグロ注意ね。一人が鬼で、ね、敵で、で残りの人が協力して逃げるとか戦うとかっていうのがね、一時期流行りましたよね、これ。
これ、あの、捕まった人も鬼になるんですよ。これもそう、これそうでしたっけ？デートレルムも、はい、そうです。捕まった人は鬼になって、増えていくんだね。増えていく感じです、ね。あ、ゾンビモードっていうことですね。これね、ちょっと面白そう。プレイしたいなと思います。僕はちょっと数時間でちょっと飽きちゃった飽きた一人、ね、誰とやったんですか。いやだからさっきのロケットリーグで潰しに来てくれたあの正宗さんっていう人だったんですねそこら辺の人たちは一応結構多人数でやったんですけど、うん、これ4時間ぐらいやったらちょっともういいかな。多分あれですよ、似たような人たちばっかりとやったらあれですよ、多分いろんな人とやらないと、いろんな人は。ああ、なるほど。何人ぐらいまで出てきましたあれ。これ8人とかじゃなかったですっけ。今見せてるのはこれダムドですね、うん、よいしょ。ダムドはちょっとねこう荒いんですよね、画質が。それがなんかちょうどいい感じだと思うんだよな。これもかくれんぼですね。これ最初はちょっとドキッとするけどしばらくするとちょっと慣れてきません、ね、確かにね。前お互い見つからなくて、うんうん30分40分ぐらいお互いうろうろしててやべえ、だれてきたな、どうしようかなって言いながらプレイしてた広いんですね、マップじゃあ。いや、単純にすれ違ってたの、鍵がどうしても見つからなくて。あれ、見てる方も頑張ってたよな。そう、非対称マルチね。いいよな。これ、ダムドね。今、貼ったのダムド。で、デッドレルムも貼っとこうかな。これね、お友達がいないとつまんないです。そうですね、一人じゃできないですからね。はい、一人じゃできないし、野良部屋に入るぐらいか。野良部屋もなかなかない、ね、ちょっときついですね。ちょっときついよな。これ反応が見えないとちょっと。そうちょっと、ね、知らない人とね、あれしないと。オリアンド・ザ・ブラインド・フォレスト。あ、それは、はい、もちろん。ね。はい、もう、これは皆さんにね、これもうね、もうすんごい俺も何度イラッとしたことがこれ。イラッとしたんですか。そうです、もうねすごく素敵なゲームなんです。すごく素敵なゲームなんですけど、これ系のゲームがねもうムカついて、ムカついて、ね、苦手ってことですか。一応クリアできたんですけどただね、あ、まあ、確かこれ結構アクション頑張んないといけない。そう、雰囲気かアクションかが欲しいんです、ね、雰囲気アクションなの で、結構難しいところがあったのでマジでもうやだでも本当に綺麗、綺麗ですよ、めちゃくちゃ、うん、クリアしたよ、クリアした、できたわ。なんかねどうしてもクリアしたかった。これはこれもう3月2015年の3月に出たんですけど、うん、もう3月29日に僕レビューしてるんですけど、もうその時点で、あ、もうこれゲームオーザイヤーな僕書いてますから。そうそう、さすがさすがです、さすがでございます。でこれね、結構出る前からキックスターターでしたっけ、これ。あ、そうなんですか。なんだっけ、なんかね、でも事前の情報とかでも映像とか見たんですけど、これはもうこういう動画で分かりますもんね。分かります、分かります。これはもう売れるわこれはやばいと思います。そう、あ、でそう、完全版が11日に出るということなんで、ね、皆さん。完全版なんですか。え、今まで完全版じゃなかったんですか。違うあれで完全じゃないんですか。完全版はなんだっけ、なんかいろいろちょっと、あ、お父さんの話が追加されるって話ですね、確か。マジで、マジです、パパが最初にあんなことになっちゃう、パパが。あ、参考になったレビューで一番上に来てるのがペンちゃんさんだけど、これおかしいな、ペンちゃんにめっちゃ押したの僕なんだけどなフェンジョンさんよく、ね、絵本のようなほんわかしたビジュアルが素敵な探索型 2D アクションゲームの名作Xbox One では配信中の檻と暗闇の森、 PS の名作ドラキュラ X、 あ、ドラキュラ X 月下の野草曲との時感じたワクワク感や、戦いが辛いと感じた時絶妙なタイミングで取得できるスキル、アクションが苦手な人でも得意な人でもスキルツリーの解放で、難易度が調整できる絶妙なゲームバランスって書いて。いや、素晴らしいレビューですね。すごい。あ、そして何より熱い脱出イベント、エンターテインメントとしてのゲームここにあり。この脱出イベントがね、俺本当に辛かった。ワイワイワールド思い出しましたえ、コナミワイワイワールドですか。そうです。ちょっと待って、古すぎるだろそれ。分かんないって、分かんないって。いやいや、もう逆にそのぐらいがいいかな、うん、分かんないぐらいがいい。エモさんに通じればいいかな。そう、でもね、このオリアンド・ブラインド・フォレストはクリアしてよかったゲームです。
何より俺がクリアできたゲームなので、ね、俺がクリアするゲームは大体名作だと思います。あ、確かにそうですね。最後までやったっていうのは確かに。そうなんですよ。あれに指標になります、ね。そうなん、指標になりますね。いや、これはおすすめだな。でも完全版が11日に出るらしいのですね。買いたい人それまでちょっとね、待つっていうのありですね。そうですね。あの、3月末にまたセールありますよね、きっと。あれ？ Steam って3月末なかったですっけ？スプリングでしたっけ？はい。あ、そうか。そうです。だから、まあ、多分その時安くなると思うんで。我慢できる人は、その時に買ってもらえる。そうだな。またこのおじさん使わないといけないのか。あとね、ちょっと最近出たやつで、僕はあの、なんだっけ、サポートもしてたんですけど、スーパーホット。これがですね、よいしょ。皆さんお勧めしたいです。FPS なんですけど、これですね、自分が動いてるときしか物が動かないんです。まあ、物はスローモーションで。あ、なるほど。あ、これ見ました見ました。そうです、これやっとリリース。そうなんです。剣で殴る系なんですか？剣もあるんです、銃もあります。あ、銃もあるんだ。そうなんです、そうなんです。ストーリー自体そこまでね、あの、一応長いってわけではないんですけど、うん、そのかっこいいんです、何より。これね、かっこいいの。なんだよ。本当にそれしか言えないよね。もう本当それしか言いようがねえな。これね、雰囲気良しだし、ちょっとポータル的な雰囲気もあるし、謎なの、雰囲気が謎だし。で、何よりもその、FPS というじゃね、新しいね、自分が動かないと相手が動かないっていうのはですね、すごく大きいんです。これだとですね、だから FPS なのにパズル要素。しかも、FPS シューターの方なんですよね。ポータルとかは、きちんとしたパズルなんですけど、これですね、シューターなのに。打ち合いなのにパズル要素が入ってくるっていうのがすごくいいです。なるほど。で、これ無料のね、あのブラウザ版もあるのでね。ブラウザですか？そうです。もともとユニティでブラウザで発表、あの、見つけたんですよね。おすすめされたのかな、うん、スーパーホット。これね、いろんなね、今回ですね、プレイバック機能とかね、動画録画機能ついたので、かっこいいプレイをね、あの、どんどん動画にして、そうです、そうです、すごい上がってます。めっちゃかっこいい動画いくつかすでに上がってますんでね。はい、プロトタイプ版か、あれはね、うん、そう、だいぶこれやっとね、2年3年ぐらい前見つけて、やっと発売リリースされた2月25日にね、皆さんチェックしてみてくださいっていう感じかな。まだまだねプレイしないゲームもいっぱいあるし、やっていきたいけど、はい、まあ、とりあえずこれで、あの、今やったのはもうプレイ済みで、確実におすすめのやつってことですよね。はい、そうです、ね、はい、ハーフライフとかもね、まだまだね、いろいろあるけど、はい、あ、そうそう、皆さんのアドバイスです、リスナーの皆さんにですね、Steam で何がおすすめですかって、聞くときにですね、他の、ね、生主さんとかですね、友達に聞くときにですね、ぜひ僕はこういうタイプのゲームが好きです、こういうゲームをプレイしましたなどですね、追加の情報をですね、添えて聞いてください。そうですね、これは、これは本当に、まずゲーム数がすごく多いので、あと、それによって傾向が大体分かってくるのでね、そうですね、それ、だいぶ助かりますよね。うん、だ、最近、特に思うんですけど、やっぱり自分と、好みが似てるプレイヤーの人を探すっていうのが、なんかすごく大事だなと思って、ああ、そうです、例えば、自分は結構そのファーストパーソンね、主観視点のゲーム好きですし、はいはい、ちょっと雰囲気系が好きなんですよね。ネクロさんはタイプ的には、僕はもう基本的には 2D ですね。ああ、っていう感じですか、はい、皆さん 2D って言ったらもう大体漁ってるんで、おお、こういうことですよ。じゃあ 2D 系ちょっと気になったらネクロさんのとこに、はい、それ以外全部俺に来い。 2D って言ったらいいですけど、なんか二次元というか言ったら、なんかあれですよね、なんかいかがわしい目で見られてドット絵ね、ドット絵ね、はい、はい、ちょっとそろそろ時間オーバーめっちゃしてる1時間ぐらいの予定台本の真ん中らへんなんですけど、はい、あ、ロケットリーグは 3D ですがっていうコメントもあります。あ、いや、それはもうちょっとだから、は、あの、あれですね、別格です別格はい、時間的にはあれなんでね、ちょっとじゃあ一つ二つぐらい期待のゲームだけちょっと聞いておこうかな、はい、期待のゲームですね。じゃあ 1個だけですか？これはっていうのが 何個かあればいいですけど、はい、じゃあ、じゃあとりあえず1つ、はい、ディリュービオンを押したいと思います。あの、ジェモさんにもお伝えしたんですけども、あれ、これはちょっとスチームじゃないかもしれないけど、多分スチームに出るんじゃないかなと思って、もう一回
あ、ディリュービオンっていうのがですね、これ多分 Steam じゃ出てこないかもしれないです。多分 Steam で出すと思うんで、先走りで。ないですね。はい。あ、じゃあ、ちょっと、じゃあ、Steam じゃ出てこないから別のにしましょう。いや、全然。いいですか？オープンワールド書いて、あ、知ってる、はい、これはジェモンさんにも紹介しました。これ知ってる。そうですよね。これ、あれ？誰の放送？なんかの放送で見たな。多分どっかで見たっていうのをその時も言ってました、確か。そうだそうだ。あれだ。駆け足ゲームさんの放送で見たんだ。はいはい。オープンワールドの海底を潜水艦でってやつですね。これか、はい。キックスタータートレーラー見てみようか。ほい。あれどこ行った？キャー。エクスプリットさんの調子が良くない。イリュービオンですね。じゃあ僕コメントに書こう。よし。ディリュービオンって読んでいいか分かんないです。ディリュービオンでいいと思います。L1 個ですね。1個ですか？はい、L1 個になってますね。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、皆さんね、訂正です。訂正してお詫びします。そう、はい、もうこれはもう PV 見た瞬間にちょっともう惚れたんで。ね、雰囲気良しですもんね。はい、めっちゃいいやん。これあの潜水艦自分でいろいろ見つけたり、あの組み立てることもできるんですよね、確かね。なんか戦闘もあるっぽいんで、うん、ただ見ていく感じじゃない感じですね、うん、海底探索で雰囲気っていう、ドットと 3D がうまく融合されてるって感じですよね、うん、3D も 3D っぽくないしな。そうスチパンね、そうスチームパンクテストもあるね、うん、リリースは2015年12月頃として DLC の第1弾2016年6月と12月予定しています。プラットフォームは Steam？ うん。おお。はい。ということで、よかったです。Steam を含む PC での、なるほど、なるほど。ね、そう、これちなみにあの、キックスタータートレーラーですから、2015年の6月、去年のやつですからね。はい。面白そうだよね。ね、こういうニッチなやつを探すのが楽しくて。わかります。これ見つけたらすごい嬉しいです、ね。嬉しいですね、本当。パズル要素もあるんかな。いろいろな。ディリビオン今どうなってんだろう。公式ページあるかな。ディリビオンありますね。ただちょっとわかりにくい。かもしれないスタイリッシュな、本当だ、いかにもモダンな、はい、ビジネスマン的な、はい、そんな感じなんで、ゲーム内容はちょっとまだ、まあまああれですね、YouTube に上がってる動画を見てもらうしかないです、うんうんうん、2月19日にありました。あれ今俺動画映ってましたよね。映ってました。あ、よかったよかった。はい、2月19日にアップデートだったの。 However, we have some exciting news and can share with you, so let's just dive right into this. なんかまあ2月19日か。はい。ああ、エピソード式でやる予定がもうエピソードじゃなくてフルパッケージで出すと。はい。はあ、ツイッター見たらいいのかな。ツイッター、フォローしとこう。3月に、あ、動いてるね。3月3日とか、ちゃんとツイートもあるから。いやー、いつだろうなー。ちょっと時間かかりそうな気がします。それこういうのなかなか難しいですもんな、はい、これはちょっと期待をさせていただきやすい皆さん、はい、あ、ディルブントレーラー2もあるやん。あります。12月に、あ、12月にこうか。あ、だいぶゲームとしてのなんか形がはっきりしてる。こんな感じ注目してて実際売れたりするとすごい嬉しいですよね、うん、自分関係ないんですけど全然俺知ってたんだぜ、知ってたぜみたいな。売れる前1年前からそうだぞ、売れる前から知ってたやろ。おい
そう、今のうち、うちらが流行らせたっていうことでしょ。いや、もう間違いなく、今見てる人たちを初めて知った可能性が入って。ここで聞いたということ。3D と 2D のね、形がすごくいいよね。あ、キングダムカムも気になるね、確かに。あ、中世のやつね。あ、なんか敵みたいなのもある。うわ、すげえ、めっちゃキラキラしと。はい、なんか、そう、光が綺麗ですよね。3D あんま好きじゃないんだけど、一応チェックはしてます。なるほどね。これは俺ちょっといいかもしれないな。ドゥルービオンでございます。気になる方はですね、検索してみてね。はい。はい、ありがとうございます。はい。なんか他にありますか？大丈夫ですか？とりあえず。大丈夫ですか？そんな何個もいっちゃって。あ、とりあえず今パッと思いつくのあれば。多分これジェイモンさんもみんなも知ってると思うんですけど、ノーマンズスカイをもう。まあね。かなと思います。まあね、はい、予約はもうしたんですか？いや、まだしてないですけど、もう、Steam でも買えますよね。もう、予約開始してます。はい、もうね、とりあえず5月に買う予定です。これ、ガチで今のうち言っとくけど、これプレゼント、ギフトいらないから。これは俺、自分で買いたいから。これは自分で買いたいので、これギフトされても俺拒否しちゃうからね。発売予定日が6月25日。はい、開発者曰く、もう延期はしないと。うん、ね、いやー、これはあのかの伊藤さんももしかしたら会社に来なくなるかもしれない。そうそう言ってて。この際 E3 で発表された時にですね、だいぶね、これすごいことになったんですよ。うん、いや、これはちょっとインパクトやばいですよね。はい、これです。プロシージョナル？プロシージョナル、どうなんでしょう。進むごとに、どんどんね、自動生成されていくっていう。これも、音楽も、生物も、星も、生態系、全部自動生成です。音楽もなんですか？音楽もですね、どうやらある程度のパターンがあって、それを雰囲気とか条件によってある程度自動で組み上がれるっていう感じで、すごいですね。これのすごいところは、理論上これ1800系の星々があります。で、全ての星に、着陸することができます。すごいですね、本当。これ1800系だから。なかなか聞かない単位ですね。小学生の頃とかになんかおふざけで言ってる時ぐらいです。これだけの星。いやもうね。で、これ初めて降り立った星はですね、命名権が与えられます。熱いですね、それは。で、その命名権は他の人も見れます。ほうほうほう。そうです。だからので、この宇宙自体は共有されます。ただし、細かいところは共有されません。ソロプレイができます。基本、オフラインプレイができます。で、これね、今ね、自分の星に降り立ったでしょ。あ、この星に降り立ったでしょ。この星にね、降り立つのも、遠くに見える山も全て行くことができます。わけわかんないですよね、もう。ね。ほんと。で、それぞれの、星々にその独自の生態系があるし、探索することができます。で、星の大きさもちゃんと星の大きさなんで、その星1個回るのも時間か、ちゃんと時間かけられるみたいです。で、全ての星に降り立てるっていうか、全ての星がですね、完全な生態系を持ってるっていうわけではないらしいです。なので、あ、この星はちょっと何もないな、名前だけつけて次の星行ってみようかっていうのもできます。はい、ただし、ここに一つ、僕は皆さんに、声を大にして言いたい。あまりね、この、期待しすぎちゃダメだと思う。期待しすぎはいけない。これね、俺は買うけど、すごい期待してるけど、期待しすぎはダメだ。はい、もうね、期待すぎて、勝手に想像しちゃうんですよね。こういうことできたら、ああいうことできちゃうっていうのね。それね、ハードル上げすぎはあかんかな。そう。もうね、これ、もともと3人で作ったんですよね。すごいですね。そうなんですよ。3人で作って、今13人と、どうやら。
で、その13人っていうのもね、だって本当何百人何千人っていう体制作る規模だと思うんですけどね、うん、容量っていうのもあるしスペックっていうのもあるからね、うん、うん、これね、だから本当にみんな注意してね。もうちょっと我々はちょっともう時すでに遅しい感はありますけど。そうなんです。もうこれ見た瞬間にね、最初にこれ発表見た瞬間に、あ、買うって。もう相当長いですからね、これ待ってる時間。そうなんですよ。ね、2016年6月25日。いよいよ。そうです。Steam の方でですね、あとプレイステーション4か、うん、ようやく始まってますので、皆さんね、でもなー、笑っちゃう、ニヤニヤしちゃうよな、これ。しちゃいますね、これやばいですね、本当。気になるわ。とりあえずね、みんな、ウィッシュリストだったりね、一応、いろんな、うん、動画だったりとか、インタビューも、もう始まってますので、オンラインになってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、最近見た動画は、最新の、バージョンをプレイした動画もちょっと上がってて、プレイステーションアクセスっていうサイトかな、英語でしたけど、うん、でそれで ある程度の、内容も少しだけど、新たになってますので、はい、チェックしてください。最初に発表したのはビット3、違う、ビット3ビットじゃない、 E3 、うん、プレイステ4と PC どっちで買うか悩むね。一応もともとアドバイスと、うんと、あ、でもな、難しいな。もともとプレイステーションとしてこれ開発されてたんですよね。でその後で PC 版をいつか出したいなって言ってるのが PC 版出すになったんですよ。なのでもしかしたらプレステ4にちゃんときちんとプレステ4向けにオプティマイズされてる可能性は高いです。そうですね、僕も今悩んでて、それでちょっとどっちにしようかなってまだ踏みとどまってる感じですね。 俺 PC 買うからね、黒さん。プレステ4プレステ4買いますか、じゃあ。お互い人柱になる。いやー、これちょっとやっぱりスチーマー 生放送、ね、主としてね。大丈夫ですかね、もう1回目からちょっと出しすぎた感ありますけど、そう、一応これね、シリーズにもしかしたらできたらいいかなとかって思ってね。まあ、好みの違う方が来れば、また新しい違うゲームが教えてもらえるかもしれないです ね。こういうのね、ネクロ様だから新しいゲームプレイしたらまたみたいなね、はい、人が増えていたら面白いね、これ。そうですね、みたいな感じで。じゃあ次のゲストの方は誰紹介してくれますかみたいな。ねえ、そう、むしろこれプレステ4で動くのって気になるよな、確かにな。そうですね、うん、まあ、じゃあ最後に、はい、プレイしてないけどこれはでもうすでに発売されてて、はい、るけどまだ買ってないプレイしてみたいゲームとか、これ興味あるなとかってありますか。いや、もうなんか好きなみなところしかないんですけど、うん、ウィッチャー3とか、あー、なんかそうなんですけど、絶対面白いんですけど、ねえ、ウィッチャー3、ね、時間の問題で。あれなー、ウィッチャー3、1、2ってプレイしました？1、2やりました。あ、やったんですか？俺ね、はい、1のね、ラスボス前で止まっちゃったんですよね。1も、あ、途中で投げた。2も途中で投げちゃしちゃいました、ね、ちょっと俺ちょっと1、2先にプレイしたいなと思ってるんで。いや、でも面白かったんです、めちゃくちゃ、うん、そうなんです、だけど、ね、ちょっとですね、ニコニコで放送してたらバン食らっちゃいまして。あの、少々事情がありました。そう、それは少々どこじゃないですよ、有名じゃないですか。ウィッチャーはバンされるって有名ですよ。いや、なんかいろいろ出てはいけないものが出てしまったってことですよね。ね、そうそうです、そうなんですよね。まあ、セックスシーンがあるので、ね。もうちょっと残念ながら。で絶対面白いのは分かってるんですけど、そうなんですよ、ね、あれ何百時間って多分使うんで、そうちょっとまずいかなと。でもただ、うん、フォールアウト4はもらっちゃったんで、あ、そうなんですか、予定です、はい。フォールアウト4は僕は、200何時間、はい、やってますよね。面白かったな。見てました、うん、またちょっと放送用の続きもな。今でも気になるのもカリングっていう最近出たやつで、はい、サバイバルなんて言うんだろう、H1G1 っていうのがあるんですけど、はいはい、そのバトルロイヤルか、バトルロイヤル形式のやつがあるんですけど、うん、それがちょっとアーリーアクセスで結構なんかいろんな人がやってるみたいなんで、はい、気になるんですよね。なんか、ちょっと手としてテレビ番組で、はい、参加者が殺し合うっていう。ね、いいですね、それ。で、最後の一人までなるっていう。ただ 3D なので、
完全に FPS なんでね。そうですね、これは気になるんだよな。スイッチとかでね、結構配信してるするのに皆さん見るのはありますね、サクサクやって一周70時間かかった、ウィッチャー3。そっか、全部そんぐらいだよな。そうです、だからちょっと確実に時間がかかるって分かっちゃってると、それだけでちょっとそうなんですよね、足踏みしちゃう。そうなんですよね、仕事やめるしかないかな。成長授業とこれ別ですよ。新しいゲームを見つけるっていうの仕事になんないですかね。いや、だから頑張ればきっと。俺のチャンネルもうちょっと頑張ればな。俺もうちょっとチャンネル頑張ればな。もうちょっとどころじゃねえの。これそう、ハンガーゲームっぽい。そうそうそう、ザシップとか、それザシップのアクションだよね。というのがね、まあというのもあります。はい、1時間で終わる予定がもう1時間半でございますね。まあ、よかったですね。そうですね、はい、やっぱり話は尽きないということで。まだまだあるんですけども、ちょっと今珠玉のやつだけを出します。あ、本当ですか。なんかじゃあ1個だけ、なんかこうマイナーで気になるのは。マイナーですか。はい、なんかもう最近また未来の方しか見てなくて。はい、未来の方で1個気になってるやつ、じゃあ1個だけ言っていいですか。はいはい、期待のってことですね。もうすごいライトのやつ。はい、ライトじゃないかも。ライト、あ、ごめんなさい、こっちにします、切り替えます。はい、これにします。はい、これは Steam でですか。 Steam です。うん、よいしょ。もうなんか似たようなのばっかりで、ちょっとお腹いっぱいになっちゃうかもしれない。これ最後で、あれ、俺これ見てことあるような気がするぞ。これなんか、ゲームの中身はよくわかんないんですけど、PV がいい。なんか PV がいい。ほんとそれだけです。いや、なんかよくわかんないけど、なんかいいんですよ。なんかいいんですよ、なんかいいね。なんかいいです。これは探索して素材集めて作って、はい、これですっていう感じだよね、きっとね。はい、これよくわかんないけど、なんかいいなって思ってます。はい、グラルハルは。スペースエンジニアとは違うと思う。宇宙マイクラに近い。似てそうな感じはしますけどね。ちょっとなんか違う感じがしますね。ウィッシュリストに入るよね、とりあえずね。ノーマンズスカイとかと、なんかだから同系になってるのかなって思うんで、ちょっとかぶってるかなってあるんですけど。あ、コープ。はい、雰囲気よか。雰囲気いいなって感じですね。雰囲気よかやな。何時間でいいの。アストロニアか。まあ、これもなんかちょっと気が向いたらやろうかな。発売予定2016年。まだ全然決まってないですか。気になるね。はい、みんなね、とりあえず、ウィッシュリストに入れとこう。そうですね、ウィッシュリストに入れるのはタダなんで。ルイジスタイト見ると怖いしな。2D 好きって言ってるのに 3D ばっかり教える。あるあるある。なんかあれなんですよね、ノーマンズスカイもそうなんですけど、 2D っぽい 3D なんですよね。ああ、それありますよ。ファイアウォッチもそうですもんね。そうですね、最近だからそんな感じのやつが増えてきたんで、 3D にも割とこう、スッと入ってくるような感じになってます。テクスチャーっていうのかな、がすごくいいんですよね。そういうの増えてますもんね。はい、あれが本当にいいと思う。とりあえず最後にこれ、こうやってね、これを見て、今半分、これで半分。ウィッシュリスト多すぎじゃん。これウィッシュリストじゃない、これ持ってるやつ。持ってるやつ。持ってるやつ。ドンですね。トゥンレンダリング、そう、トゥンレンダリングもね、トゥンレンダリングとまた違うかな。トゥンレンダリングボーダーランドとか、それ系かな。なんかちょっと新しいテクスチャーだもんな。あ、よし、これはこんぐらいにしとこう。これ好きです。いや、本当ありがとうございました。はい、この第1回ですね、スチーマー絆め語らいますか。今回のゲストは第1回で言っちゃった。いや、もう次回以降まず期待してますんで、ミスミスを熱くさせていただきたいな。本当、またなんかね、機会ありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、次回のゲストどうしようかな全然考えてなかったなそう、あ、クソゲ部門、クソゲ部門1個ぐらい言っとくじゃん言っとこ言っとこ言っときますか。あ、延長が、延長ができねえしまった、1分切ってる、30秒で終わっちゃう、ちょっと待って、クソゲーどうぞ5秒。風水はダディですあれかい風水はダディね、みんなお疲れ様でした。お疲れ様でしたよいしょ、終わった。